こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの6分間文章術という一冊になります。もしビジネスで今すぐ役に立つ実践的な本を一冊紹介してほしいと言われたら、間違いなく僕はこの本を紹介しようと思います。でこちらは文章術と書いているんですが、文章力が上手くなる、上手になるという本ではなく、この文章の構成が素晴らしく作れるという一冊になっていまして、人に伝わる文章というものは文章のうまさというものではなくて、その構成ということになるんですね。でその構成をじゃあどのように伝えていけばいいのか、伝えたい人に共感を得られるような文章をどのように作っていけばいいのかということを、この6マスに順番通りに埋めていくことで、本当にこの6分ぐらいでその構成という部分は作れてしまうという、本当に優れものの一冊になっています。でこのテクニックのことをエンパシーライティングというふうに名付けられているんですが、このエンパシーライティングを学べる最も優しい一冊だと思いますので、ぜひ、ビジネスに限らず何か伝えたいことがある方はぜひ読んでください。以上です。